欢我们，哎，大家好，我们这次巴哈姆特电话，我是编辑小雨啊、大家早安呢、啊，还是早安？因为现在11点，这是我们这个活动期间第一场最早的活动。我们现在是在台北电玩展现场，在台北的新一世贸。我们今天这期间连续4天，4、5、6日台北电玩展的期间，我们会在那个台北电玩展现场做直播活动，然后会邀请很多制作人，然后很多玩家来为我们展示最新游戏跟游戏试玩这样子。那今天呢？我们第一场的活动，11点开始的第一场活动呢，我们特别邀请了 PS Vita 新作还没有出推出游戏的新作的制作人，那吉泽先生跟宝吉先生要来为我们解说新的游戏，最新游戏 Freedom War。那这个是大家很期待，因为他去年公布游戏画面，然后游戏概念之后，就是讲相当特别一个斗多人的，应该是共斗游戏这一款游戏。那我们现在特别请两位制作人上台。谢谢。よろしくお願いします。よろしくお願いします。你好，大家好。我爱台湾。啊，请坐，谢谢。哎，你帮我看一下，不好意思，帮我看一下麦克风。抱歉。你好。那等一下。啊，五号麻烦大声一点，谢谢。五号大声一点。喂 ，OK， 好，那很高兴我们今天有机会邀请到这两位制作人，这样，那麻烦请先跟线上玩家、现场玩家打声招呼，这样子。台湾の皆さん、こんにちは。ソニーコンピューターエンターテインメントでプロデューサーをしている吉田です。よろしくお願いいたします。那大家，台湾的玩家朋友们，大家好，我是吉泽春一。はい、台湾の皆さんこんにちは、株式会社シフトで、今回フリーダムオブズではゲームデザインを務めております安井と申します。よろしくお願いします。那这位是自由战争的game design 游戏设计者 Shift 的宝井先生。好，那我们很高兴呢有机会邀请到这两位那个制作人来为我们解说这款最新的 Freedom War。 那我们现在就来请这位的制作人为我们简介一下这游戏的概念还有这个。早速今日 のゲームの紹介をお願いします。はい、じゃあですね、早速内容の方に入りたいんですけど、次のスライドお願いします。はい、ありがとうございます。で最初にですね、お伝えしたいのが、僕ブームを作りたいんです。でブームを作るためにフリーダムウォーズを作りました。でそのフリーダムウォーズブームを起こすために作ったソフトのスタッフがですね、を紹介させていただきたいと思います。那首先他要告诉大家，就是他其实真的非常热爱游戏，他希望能够掀起一阵热潮啊，所以呢，才制作了这个《自由战争》这款游戏。所以首先针对这个《自由战争》的开发成员，他要来做个介绍。好。その3人がですね、ゴッドイーターを作られたゲームデザイナーの安井さん、こちらにいる安井さんです。首先第一位就是我们这个游戏设计 game design 的部分，也是我们今天来到现场的 God Eater 的《弑神战士》系列的 game design 高井先生。で次にストリートファイター4を作られた塚本隆さんにディレクターをしていただいています。那另外呢，就是我们的执行制作呢，是邀请到就是《快打旋风四》系列的种本高史先生。そしてパトコンシリーズの僕がですね、吉澤がプロデュースを担当させていただいています。那当然，我们的制作人就今天有来到我们现场的，就是战鼓啪啪碰系列，有玩过吧？有。战鼓啪啪碰。这三款游戏其实我都有玩，而且我都很喜欢。这你。他那边没。这のゲームも全部遊んだことがあります。嬉しい、ありがとうございます。谢谢、谢谢、耶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 。非常感谢我们小鹿，而且拍打碰玩起来非常的有乐趣，我很喜欢它的整个游戏的 tempo 跟音效等等等等设计。パタポンが好きで、音楽のリズム感とか音楽についてすごく好きです。彼は。そうです。あ、すごい嬉しいです。ありがとうございます。非常谢谢。啊，でも今日はパタポンの紹介ではないんですけど。下次有机会。で安井さん、塚本さん、僕、ストリートファイター作られた方、ゴッドイーター作られた方のコラボレーションでですね、作ったのがこのフリーダムウォーズです。那也就是这三位非常优秀厉害的开发人员要来共同制作我们这个自由战争这款游戏。で、フリーダムウォーズにはですね、3つのキーワードがあります。那我们今天的
介绍呢，就是要针对三个有三个关键字。じゃあ次のスライドお願いします。オッケー、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 大丈夫、大丈夫です。还要听话。好。三つのキーワードありまして、懲役100万年奪還のマルチプレイアクション、都市国家大戦です。那我们自由战争里面最重要的三个关键字，一个就是徒刑100万年，第二个关键字是夺环多人动作游戏，第三个关键字是都市国家对战。哦。那今天我们的介绍就是想要针对这三个，就会按照这三个字的顺序来做介绍。哎，制作人的麦克风有一点点没有声音了。麦克风就怎么？我换一个麦克风，这个刚好没电了。然后十秒声，秋多。现场直播总是会遇到一些小小的 trouble， 不好意思，请大家耐心等待一下哦。等下，先换。生放送ですから。日本でもよくあります。就现场活动嘛，总是会有一些，偶尔会有一些小小的 trouble。帮我带一下来边，不好意思。嗨。好，请又开了。嗨。もう大丈夫ですか？あ、声入りましたね。はい。ありがとうございます。お待たせしました。没想到制作人换我也换麦了。好，那正好。这样，这个声音有好一点吗？对对对。OK， 好。はい、じゃあ次。これです。一つ目のキーワードが懲役100万年です。那我们第一个关键字就是徒刑100万年。哎，这是什么意思呢？徒刑100万年。これどういった意味でしょうかね？その懲役100万年の意味や、このフリーダムウォーズの世界観をですね、お伝えするためのデビュートレーラーがあります。那我们为了要让大家能够了解什么是徒刑一百万年，其实今天吉泽先生带了一支 PV 来做针对这个关键字做介绍。好，那我们现在就来看看影片。この台北ゲームショーのためにですね、ローカライズしたデビュートレーラーを用意してますんで、ご覧になってください。那我们今天这支影片呢，就是有上这个中文字幕哦，所以请大家一定要务必仔细观察里面到底写了些什么东西。好，嗨，じゃあ Let's play video。大家请欣赏影片。オペレーション7ミリオン。一下就跳了十万年。Thank you.
好酷哦，好过瘾的，对对对，すごく好过瘾，看得好过瘾，很帅的意思，很帅。好，那请志荣为我们解说，那这个影片看起来是非常的，它里面有很多的要素都是符合三杠三 keyword， 那可以帮我请志荣帮我解释一下吗？じゃあ引き続きその懲役100万年について紹介をお願いいたします。はい。じゃあここからはですね、この懲役100万年の世界についてゲームデザイナーの安井さんにご紹介をしていただきたいと思います。那我们这个关于游戏的这个就是详细的设定背景呢，我们就邀请到这个 game designer 都来到现场了，所以我们请保井先生来帮我们介绍。好，哎，よろしくお願いします。よろしくお願いします。では。哎，快快快，哎。はい、こちら懲役100万年の世界を描いているこのフリーダムウォーズというゲームの、まあ、一番ビジュアルをここで皆さんに見ていただきたいというこのここに全てが凝縮されているという映像ですね。那我们现在在画面上可以看到的这一张，其实就是要呈现我们这个自由战争所有要素的一张图片。对。かっこいいですよね。もう、はい、シャーって伸びてる茨が特徴的な。对，首先我们可以看到前面的，前面的这个对，有一个荆棘降射出去的这个部分，那也是游戏非常重要的部分。是。哎，没关系，慢的，麦克风有歪掉的，还有电吗？帮我看一下，就。哦，给他用手，哎，没电了。哎，等我刚好。すみません、生放送ですので。没有，不，すみません、先生。啊，我再拿手麦给他好了。啊，申し訳ないんですけど、半途前にちょっと切り替えていてもよろしいですか？すみません。这个，请他讲话大声一点。对，好的。です。啊，はい。啊，大丈夫ですか？はい。はい。すみません。生放送です。对对对，因为声放送嘛，就是总是会有一些小小的 trouble。是，不好意思。では次のスライドに行ってもらいます。はい、こちらの映像がですね、牢獄都市パノプティコンという建造物のビジュアルになります。那我们现在这一张图片呢，就是可以看到，只要介绍我们这个牢国都市帕诺普提冈的一张图片。はい、こちらがなんですが、もうこれは一つの大きな牢獄、いわゆるもう監獄ですね。で、それ自体が一つの都市国家、国になっています。那其实我们现在可以看到这个整体，它其实就是一个牢国。那这个都市整本身是一个国家，但是它也如同监狱一般。它是就是这个整个像圆柱状的圆筒里面关了很多人，就是。对，その一番巨大な建物の中にはたくさんの人が監禁されているんでしょうかね。はい、パノプティコン自体はですね、大きくなったり小さくなったり大小さまざまあるんですが、ものすごく大勢のトガ人たちがここに収容されています。那其实这个我们现在看到这个 size， 它不是只有这个大小而已。其实在这个世界上面，就是有非常多的牢国都市，有大有小。但是里面呢，就是关了我们的，就是这一次的主角，就是很多的旧人在里面，就是罪人在里面。この世界、このフリーダムウォーズの世界はですね、もう世界から資源が全くなくなってしまって、もう人類がもうまさに滅亡してしまうというところで。このパノピコンによって管理された社会で生き残ろうとしているという世界。那因为呢，这个世界观它的设定就是在世界上已经所有的资源都被消耗殆尽这样子的一个情况之下所产生的，所以在这我们的牢国都市里面，所有的资源都是受到控管的，都受到管理的，因为世界上的资源已经几乎被消耗殆尽。真的就是像监狱一样，你获得的东西就是有哪些，就定量，就管理好好的，对不对？簡単に言うと、なんか普通の今の刑務所みたいで、すべて管理されてて、食べ物もすべて。对，没错，就是如同您所说的。そうです。で、このいわゆるこれ一つ国なんですね。この国がいっぱいあって、この国同士がその資源を争い合ってるという世界。对，那其实我们现在看到的这样是一个国一个牢国都市，那它是一个国家。其实在这世界上面有非常多的牢国都市存在，那在他们之间就是为了抢夺资源，
而激烈的非常就是非常进行非常激烈的竞争。哦，原来它是各个是独立的，我以为是一起一个国家，不是，这上面是各个互相竞争的，就对了。各都市は独立しています요ね。对，没错，就是都是独立的一个个体。OK。嗨。嗨。でですね、これから次のスライドお願いします。三张。はい。はい。この、管理された、国を懲役によって、管理するシステムが PT 法というもの。那为什么我们会有这个就是徒刑一百万年这样子的一个刑责出现？就是因为其实他们有一条法律，在这个劳国都市里面有个法律叫 PT 法。哦，什么意思呢？ありがとうございます。これは建物の中すべてを懲役刑によって管理することによって。みんなが、分配リソースを分配資源を分配するような形で、発展をみんなでしていこうという思想のものです。那其实在我们这个劳国都市里面，就是关了非常多的我刚刚说的旧人在里面。那他们会依照他们的刑期，还有他们的不同，然后就分配到不同的资源。哦。那通通都是被这个故事所管理的。是。この刑罰がですね、要は生きる罪。というもう異常な国家ですので生きる罪を、お前は生きてるだけで罪であるということで懲役100万年を課すというもう本当に異常な国家なんですね。那就也是因为依照这个法律呢 ，PT 法，所以所有的人，他们所有的人生下来，他们有个生存之罪，就是你活着就是有罪就对了，所以只要一生下来就是会被判。100万年的徒刑。哦，这好严重的原罪啊！すごくなんか死みたいあの現在あの罪っていう感じしますね。はい。現在ですよ。現在ですね。对，没错，就有一种原罪的感觉，就是生下来就有就是有罪了。对，生下来就对。嗨。谁生你下来浪费资源的这样感觉？对，だからあの生きた時はもう資源の消耗になってしまうので、あの罪があるっていう。そうですね。すごく理解してますね。小玉哥就是非常的有理解我们这款游戏。では次です。はい。はい、こちらがですね、プレイヤーの皆さんであるところのトガビトと言います。那接下来我们在画面上面看到，就是玩家们实际在游玩这款游戏的时候要操作的角色是救人。哦。次行きます。はい。はい。はい、こちらトガビトの方が、ずっと住んでいる独房ですね。もう牢屋です。那我们现在看到就是救人他的在那很巨大的建筑里面的生活，其实他就是生活在这样子的一个空间里面，我们叫他独房。哦，这看起来也不会很难过，起码还跟美少女陪你啊。对，あの特に苦しそうでもないんですけど、隣に可愛いお姉さんのお嬢さんがいるんですけれども。这比我现在还要好的感觉。那すごく彼よりいい今の生活してるんではないかと。なるほど、私もいい生活。他个人也觉得这个生活这样还不错，就是一直有一个妹跟在旁边。あの女の子ですが、アクセサリーと言いまして、あのトガビトをずっと監視しているっていう役目の。那其实这个旁边这个女孩子的这个角色呢，其实她叫做 accessory， 那我们现在叫她是附属终端。其实她的她为什么在那边？她其实是在监视救人。哦，不停的监视他，一个活的监视器的感觉，这样子。对，生きてるあのモニあの監視カメラみたいな感じですか。Yes. Yes. 你真的是非常了解。是。あのアクセサリーはトガビトがずっと寝ている時も、多分何かを食べている時も、まあいろんな時ずっと監視しています。对，那我们这个 accessory 这个附属终端，他在救人不管做什么事情的时候，他都是一直看着，一直看着你，一直监视着你。哦、这样好没有隐私哦，这样上下上厕所就被看。トイレ行った時はどうすればいいですかね？どうするんでしょうね？让他想一下、哦、上厕所的时候。好，可以行。はい、おこのアクセサリーというキャラクターは、要望、姿、形や服装、装備に至るまで、全部変更ができます。那我们的这个就是 accessory 附属终端呢，其实我们针对它，我们有非常可以针对它制定非常多内容，譬如说它的面貌、体型、服装、外表都可以。
就可以订购来，对不对？あのオーダーメイドです。いや。あと AI もあと音声喋る音声も変更ができる。那还有就是这个 AI 的部分，还有这个本身这个 accessory 它讲话的声音是也通通都可以自定哦。好棒哦。是。いいな。超好。楽しんでやってください。一定，请你要到时候要好好的去玩。一定的。今のような世界の中なんですが、このようなまあ魅力的なキャラクターと一緒にですね、この懲役100万年というこう地獄から自由を得るために戦うというのがまあフリーダムウォーズの大きなストーリーになります。那经过我们刚刚这么多的介绍的，其实这个就是里面有非常多的故事啦。对。这个故事里面会登场的角色就是各式各样，我们现在画面上面可以看到的是部分。那他们都是为了追求自由而战，所以朝着同一个目标，就是要想办法减刑这样子的一个目标前进，可以获得更多的资源，然后活人会。さらに多くの資源もらえるようにみんな頑張ってます。哎，对，是这样。可是我觉得有个小地方，他们可能除了衣服。资源是无限的，因为穿的都很帅啊。那吃的东西是被控管的，这样子是不是这样？服装好帅。趣味がある人なんですけど、トルカビドですよね。对。とみんなすごくかっこいい服を着てるんですけど、食べ物が制限あるんですけど、服にはなんか制限がないような贅沢。ところがですね、着れない服もあるんですよ。あと着れない服やこの世界のおしゃれがちょっと我々の世界とは違うものなので。どんどん着れる服が増えていくっていう話。他说，而且我他们这个世界流行的东西跟我们现在这个世界流行的东西不干啊，不一样啊。所以呢，接下来除了这套之外，他们接下来还会有很多服装可以换。那就敬请期待。好，はい、こちらがですね、今の世界を導いてくれるあの女の子のキャラクターとして登場します。アリエス M と。对，那在这个世界里面呢，就是我们有一个角色，就是这个艾利耶斯 M， 他是负责就是会，他会给我们一些指引，一些 hint， 一些提示，接下来我该要怎么样？先輩のような感じですかね。こちらのキャラクターどちらかというとちょっと不思議な少女でして、世界を導くような戦いに誘ってくれます。他不是。就是曾经也犯过罪，他是在这个世界里面，他是一个以一个不可思议的存在，就少女的存在。那这个世界好像就是经由他的引导会前进这样子的感觉。原来是更高端的。さらに上のあのカタカタですよね。はい。对，没错。こちらがですね、まさに言うことを聞きたくなるような女性ですが、PT の当局の女司令官、ナタリア・ナイン・ウーです。那我们现在介绍这个角色呢，就是我们这个在劳国都市里面这个彻底执行 PT 法的这个角色，我们叫他娜塔莉·九乌。其实是那个 nine， 那个要念数字 nine， 九乌。对，他是一个司令官。言うことを聞きたくなりません？はい、言うことを聞きたくなる見た目ですよね。对，他看起来有没有就是一种教官的感觉？教官，对，训导主任这样的感觉。对，就是好像你最好是给我好好听话的这种感觉。然后其实有很多 fans 都喜欢他，被他打这样。でも結構ファンがいるんではないか。こういうのビシビシの。下一张，对。哦，ここからまたじゃあ吉田さんにお願いします。ありがとうございました。じゃあ次に2つ目のキーワードの方をご紹介したいんですけど、奪還のマルチプレイアクションです。那接下来我们急着是速度人就要介绍第二个关键字，第二个关键字就是夺环多人动作游戏。哦，那这个是怎么样的一个玩法呢？这样子，可以给我详细我们介绍一下。詳細についてよろしくお願いします。はい、じゃあ実際にゲームをプレイしながら説明をさせていただきたいと思います。多说无用啊，我们还是直接看画面比较快。好，那请切到三号，我们来玩玩看。三号，谢谢。はい、じゃあゲームの方を始めたいと思います。那我们接下来就进到实际展示了。小玉应该是第一次看到吧？对，第一次看到，因为。
我知道这次展览里面有试玩，但是我没有办法离开，所以我也很期待这个玩，我是第一次玩。この私有台があるって知ってるんですけど、まだ仕事が忙しくて遊べないんですけど、すごく悔しいですけど、ぜひ今日紹介お願いします。一緒に遊べたいです。はい、じゃあまず僕が一回説明をさせていただいた後に一緒に遊びたいと思いますので、はい、那我们就请小玉好好的听我们制作人的解说，解说之后我们再来一起玩。好，没问题。ダッカッカルシプレアクションというのは他のゲームは敵を倒すことが主な目的だと思うんですけども、の敵を倒すだけでなくシビリアンという大切な人を救い出すという新しい目的を盛り込んだゲームです。那其实我们大部分的动作游戏啊，他们都是以打倒敌人为最终或是最重要的目标。是，但是在我们自由战争这款游戏呢，它是以夺回市民保护市民，保护市民，夺回市民为它的最主要的目的。所以不是只有打倒敌人，最主要是要去把你的保护保护人。今回のボランティアは見遅れたシビリアン3名を奪還することが目的です。指定時間内にシビリアン3名を護送機に搬送してください。この音声が音声合成エンジンでコンピューターで喋らせています。那我们刚刚有看到，就是他在解说这个各種アイテムを取得することができます。内容的 DT 法に抵触するよう使用許可を出しますので、有効活用してください。去做出来的声音。現地では敵対勢力の存在が予想されます。後で自由にカスタマイズすることができます。那我们玩家朋友们到时候在玩这款游戏的时候，刚刚的那个声音，彼らの攻撃は非常に強力です。决定的。这也是有很多人选择，这个也是 customize。刑事攻击的有效。一人では立ち向かう。シビリアンを助けます。那我们先看到黄色的部分，就是有市民被关在里面。そしてアクションゲームの特徴、最大の特徴なんですけど、なんといってもこのゲームはですね、茨というアクションが特徴になっています。那我们讲到动作游戏的话，最重要的就是动作的部分啦。那动作的部分在这个游戏里面有一个叫伊巴拉，就是荆棘这个部分。我们小玉手上也有带这个荆棘的部分。这是去那个他们玩在现场试玩就会送了，但是只有送一个，我是拿了很多的来带。嗨，左スティックで移動します。右スティックでカメラです。对。四角ボタンと三角ボタンで攻撃です。哦，好帅！連続することでコンボになります。那基本上呢，我们的操作方法在移动角色呢是用我们的左操作杆，那在镜头的调整方面是用右操作杆，那用方块跟三角按钮呢就可以进行攻击。画面の真ん中に青いカーソルが表示されています。我们在画面有中间看到一个蓝色的点，有没有？是。カメラを回すと青いカーソルが表示されますので、その時に R ボタンを押します。如果当它变成是蓝色的时候呢，你就可以按下我们的 R 按钮，就可以把荆棘射出去。嗯，でもう一度 R ボタンを押すと、我就拉过去。ジャンプをします。再按一次呢，就可以飞过去。飞过去到那个点。嗯。でもう一度 R を押すとジャンプです。然后再按一次 R 的话，就是会进行跳跃的动作。所以所有地方都可以捏，这个伸过去抓跳这样子。すべてのところは届けるんでしょうか？このイバラのアクションについては。ほとんどのところにイバラを使って移動することができます。几乎在这个游戏那个舞台上面的几乎所有地方都可以用荆棘这样咻飞过去。自由度很高啊，对这个玩的动态是很多种，可以多样化的。すごくフリーダムですね。まさに自由な移動を楽しむことができます。あ、敵がちょっと来ちゃいました。いやいや、見た。で、この移動なんですけども、茨を使ってですね、飛び込んで、ジャンプをして、お、可以連續一直飛。对，我们可以连续一直飞，就是立体的に高速にステージを思いがままにですね、移動することができます。虽然这个地图很大，但是我们可以透过这个荆棘呢，就会做非常快速而且连续的移动，就可以在这个地图上面非常爽快的移动来移动去。この場所が狭いので、広いところに行って戦いたいと思います。那现在这个地方看起来好像有点狭窄，不是非常好进行攻击，所以我们来换到一个比较宽广的地方，把怪引到比较宽大的地方来。他抓住射出去是有体力的限制吗？对，イバラのアクションについて何か制限とかありますかね？ゲージの消耗とかありますかね？
画面の左下にイバラゲージが表示されてます。イバラを使うとこのゲージが表示されます。ただゲージがなくならないうちはいくらでも使えます。那我们在使用金节的时候，我们可以看到下面有那个蓝色的这一条量表呢，就是在使用的时候就是会减少。那当然到没有的时候就没有办法使用。他开始打，哇！哎呀，他舍不得出来，出てこないんですね。对啊，で茨をあじゃあこのアブダクターと戦いたいと思います。那接下来我们要用荆棘来针对这个就是人工掠夺者来进行攻击。アブダクターの戦いにも茨を活用することができます。那我们在攻击的时候也可以活用我们的这个荆棘。哦，可以抓住他。アブダクターの足に茨を打ち込んで丸ボタンを連打します。那如果我们在就是对于我们的掠夺者的脚步呢打进荆棘之后，现在被中断了。打进去之后呢，会出现一个量表，量表是按下圈按钮，对，连打之后呢，就可以把我们现在这样掠夺者这样拽掉它。今のよ、今安井さんがされたんですけど、イバラを使うことですね。このアブダクターを。損壊率を指定値を超えた。一時的に機能を停止します。アブラクタをですね、ゲージをマックス。哦，满了。哦，倒下来。对，量表一满了，他就会倒下，他就可以拽到他。で、隙ができたところで、イバラを使って張り付いて。哦。三角ボタンで溶断です。那就是用打到荆棘之后，可以飞到他身上，粘在他身上，然后进行现在三角按钮的连打，就可以进行熔断。你看，就把他的手给截掉了。哎呦，好快，就把他手给切断了，是不是？で、また張り付いて、溶断を。现在又就是继续贴上去，然后继续进行熔断。所以他的手应该是可以切断部位，对不对？巴拉巴拉的，那可是什么？哦，好爽，对。こうやって仲間と協力として巨大なアブダクターを寄ってたかってバラバラにするゲーム。那就像这么大的一个怪物也是，就是可以跟你的同伴一起把它肢解掉。是。包括脚也是可以拆掉的。对，足も溶断できますかね？このアブダクターの足は溶断できません。刚好这一只的脚是，他们每一只的可以熔断的部位是不太一样。所以每个怪也可以打不同，要自己去判断这样子。それそれの敵の溶断できるパーツとか。敵によっていろんな場所を溶断することができます。对，有很多地方大家可以。原来如此。今は頭を溶断しました。对，他现在刚刚把他的头拽，已经熔断掉下来了。他头断了还可以动。頭がなくても動くんですか？頭来ても。頭が今溶断されてしまったんですね。頭を溶断すると今レーザーを打ってたと思うんですけど、あのレーザーの攻撃を防ぐことができる。对，因为刚刚你会看到一直他会出一招镭射，有没有？就是会阻挡他们的就是游玩，但是呢？他刚刚就是把头先拔掉，他就没有办法进行雷射。で、頭が落ちてると思うんですけど、これをですね、拾うことができる。他现在这个头有掉在地上，其实可以靠过去可以就捡到东西。强化纤维，就他树这个宝物就拿到了这样子。可以拿到道具。OK。破壊したパーツは持ち帰って自分の武器をですね、強化の素材として使うことができます。对，那这些道具呢，还有素材呢，都是可以带回去的，可以进行一些不同的就是改造等等的。哦，了解。啊，是这样。对，没关系，没关系，说明，这重要。对，因为我们就是在说明，对，在说明，结果不小心就被雷射，其他只的雷射给打死。复活时间其实很快呀，他可以死很多次吗？在この復活期に関してはこれデモだからすぐ復活できるんですか？それとも実際のプレイの中でも復活できるんでしょうか？実際のプレイの中でも復活できます。在游实际的游戏里面，不是因为这是体验版可以复活，就是实际上游戏里面就是有这个会复活的机能。哦，因为有些看他每次倒越难越难倒这样子嘛，越难越难翻倒。あのますますなんかあの。引っ張って倒すのが難しくなったんではないか、そういう設定もあるでしょうか。あ、引っ張って倒すのはですね。そう、ますます難しくなる。あ、どんどん難しくなっていきます。对，会越来越难。原来如此。現在ダメージ。那我们要怎么样才能算完全打倒他的？どうやってあのこの敵を完全に倒せるんでしょうかね。はい。ですね。じゃあ安井さん、銃で撃って転ばしてもらえますか？那我们现在请就是
保守先生。現在今安井さんが攻撃してですね、こいつからダウンを奪ってくれました。对，那刚刚就是我们的安井さん给他了一枪，他现在就是以一个无力化的状态。哦，でそのダウンしてる状態ですね。刑事に両弾を仕掛けます。那如果我们在正中间的地方呢进行熔断的话，就可以把他这个中间的gauge 就是鸟笼的部分呢，里面的市民就是打开它，然后把市民救出来。所以是他是被抓进去的，对不对？对，他是被抓进去。シビリアンを奪還するとしばらくするとアブダクターが復活して奪い返さほど襲ってきます。但是因为啊，你看他的市民被抱走之后，经过一段时间，那个掠夺者他就会恢复状态，他是要去把他的孩子抢回来，不是把他的那个原来的市民，他也想要抢回来。他到底抢走想干嘛的？一体あの多分なんか市民を奪ったのは一体何のためですかね？この市民をですね、自分がこの青いアイコンのあるですね、お葬儀という場所にですね送り届けるのがこのボランティアの目的になります。那我们先讲回这个，就是志愿服务的目的呢。其实我们就是要把我们这个市民送回刚刚没有出现的这个蓝色的一个标示的地方，它是一个传送点。すごい激しく追いかけてきますので、このですね、攻撃をなんとか振り切って護送機まで届けると。で、その時に自分が届けたりとか、安井さんに助けてもらったり、役割分担をしながら遊ぶのがこのゲームの戦略性のあるところです。对，因为当就是我们把市民夺回之后呢，这些掠夺者就会变得更激烈，非常的凶狠。所以这时候，如果你因为你双手是抱着市民，所以你没有办法进行攻击，这时候你就要靠跟你的同伴合作，做一些就是角各个负责不同的部分，才有办法把市民救回来。所以要一起通力合作，对，分工合作才把顺利过关的。不然你就会看到他刚刚一直被打。今安井さんが搬送していますので、僕がそれを護衛したいと思います。那我们现在看到红衣服的，就是其实是保井先生，是他搬着市民，正在快速奔跑当中。那我们的吉德制作人就是当护卫的工作，在旁边帮他看有没有什么怪敌人出现。对。护送还有时间，我现在发现他跳出来有时间限制。这个時間制限あるそうですね。時間もそういえばだんだん迫ってきましたね。で、今1人目のシビリアンの奪還を成功したんですけど、左上にですね3分の1と数字が書かれています。那我们现在可以在时间旁边看到，就是有一个三分之一一斜线三的一个标示，对不对？是。那就是，嘿。でこれがシビリアンを助けなければいけないノルマの数字です。对，那个数字三的意思就是说，在这一个志愿服务里面呢，必须要夺回的市民人数。哦，所以不是只有救一个，对，要救三个。一人だけではないですね。所以任务要救三个，ボランティアによって助けなきゃいけない人数は変わります。对，那因为依照我们的志愿服务的不同，每一个的目的目标要夺回多少市民数也不一样。でシビリアンの位置を確認するためにですね、スタートボタンを押すとマップが表示されて、このシビリアンがこうやってですね、アイコンで表示されます。对，那这样子我们也可以把地图叫出来，就是实际确认就是市民在哪里。好，そうやってるうちに倒されてしまいました。伝送を完了しました。ボランティアを続行してください。ですね、今アクセサリーがここに倒されてます。对，这个是他的附属终端被打倒了，现在躺在那边。是，那怎么办呢？これタッチして助けることもできるんですが、イバラを使って助けることもできます。对，那直接走到 accessory 那个附属终端的旁边去救他也 OK， 但是我们刚刚可以看到，就是可以用荆棘这样就可以了，救醒了。今のは安井さんのアクセサリーなんですけど、僕のアクセサリーも倒されているので、ここで助けたいと思います。他刚刚救的是安井さんのアクセサリー，他现在才救到自己的，所以可以帮别人救就对了。他のパートナーのアクセサリーのなんだっけ、セーブもできるっていう状況で、はい。哦，那我怎么看有没有人在里面？所以每次都会有人守在里面吗？还是すべてのあの中にはシビリアが存在するでしょう。アブダクターはシビリアンを捉えていたりいなかったりします。
对，有没有的哦，所以要自己去判断，要找那个点，对不对？要找那个 icon 里面。アブダクターの中に捕らえられているかいないかを見つけるのも一つのゲーム性になってます。对，那其实我们刚刚就可以看到，其实不是只有在这个市民，不是只会落在那个掠夺者的附近。是。对，就有时候像在一些建筑物的地方，也会就是有倒在那边的市民，我们要去把它救出来。タッチパネルを使うとですね。タッチパネル。哦。没有触碰屏幕。是。アクセサリー指示を出すことができます。那用触碰屏幕呢，就可以给我们的就是附属终端一些指示。哦，这对附属终端直接下指令。对，直接下指令。嗨。ここで市民を運べを選びます。那他现在选择就是叫他来帮忙搬。哦，搬市搬运市民。所以就算我一个人玩，也可以顺利的去做这些分工合作。在シングルプレイでも、こういう役割分担もできるっていう状態。まさにそうです。自分が攻撃したり、アクセサリーを守ったりと役割分担をすることができます。对，就是不一定要你自己去报市民，对，也是可以请 editor 就是主动来报着市民，那你自己来进行护卫的动作。哦。哎，我发现子弹是有限制数量的。で、マシンガンもやっぱりブレットの数量制限とかありますよね。はい。それで数に限りがあるんで、考えて使わなきゃいけないですし、ステージ中には補給ポイントがあるので、そこをうまくですね使って武器の補充をしながら戦います。那当然数量是有上限的，但是在使用过程当中，在地图里面也有一些营造具箱，你可以去做一些补给。补给是的。そして時間が。剩下20秒。剩下20秒了。是因为试完版，所以时间比较短吗？对，でもだから15分の設定、ちょっと短めの設定になってるんではないかと。あ、そうですね。ボランティアごとに制限時間は変わってきますので、その中でですね、あ、助けたんですけど、失敗しちゃいました。对，其实根据我们的这个支援物的种类的不同，目的的不同呢，它的时间长短限制也会都不一样。哦，有更长的，也有更短的。いや、ぜひですね、今度は皆さんと一緒に遊びたいと思いますので。好。因为刚刚失败了，那我们就只好请小玉。刚刚听这么精辟的解说，是好想玩玩看的。你也想玩看看，对不对？对啊、那我们就一起来进行。嗨。じゃあぜひ司会者も遊んでいただきたいですので、一緒にマルチプレイしましょうか。で、もう一つご紹介しておきたいのが、この画面なんですけど、ボランティアが終わると、そのボランティアも活動を評価して、で、いい結果になるとこの懲役が減っていくと。フリーダムウォーズはシビリアンを助けて。パノプティコンに貢献すると懲役が減っていって、そこで自由を目指すというゲーム内容になっています。那我们刚刚在画面就是有停留一个战斗画面，可以看到下面就还是有这个刑期100万这样子的一个状况。那如果他达成这个志愿服务的目的的话，他就可以获得并且把这个市民就是交回给他的所属的都市，是去进行贡献的话，哎，就可以减刑。Oh. 所以呢，有玩家基本上是透过这个志愿服务的进行去成功达成之后，来减少自己的就是去救人完成任务来减少刑期，达到那个减刑的目标，变成自由，最后就变成自由人，对不对？对，人ボランティアを行って成功させて市民を奪還してさらに自分の懲役も減るという、はい、これからも自由の身を戻りたいっていうのが今回の、ね、そうですね。もうまさにボランティアを繰り返して貢献して自由を目指すって自由を奪還するゲームです。对，就是透过夺还市民，夺还市民，最后要夺回你的自由啊！哦、原来如此，这是一个多的。有四倍，五倍，五倍，五倍，っていう状況になってますね。はい。嗯。哦哟哟，揃いましたね。耶、yeah ！我也可以玩了，终于可以玩到了。我是这个壮汉，对不对？旁边这个。来，在蜘蛛人身边旁吗？哎哎哎！哦。ようこそ
那我们现在就是进行四人连线。先ほどのナタリアですね。このナタリアからボランティアを受注します。对，那我们刚刚在 PowerPoint 里面也有介绍到这个角色嘛，就是女司令官。对，娜塔莉。对，娜塔莉。喜欢吗，小玉这个角色？嗯，我比较喜欢 AI 来一起的。アクセサリーの方がお好みみたいです。あ、本当ですか。じゃあですね、せっかくなんで、あのこのパノプティコンならではの要素を体験していただきたいと思いますので。那机会难得，所以我们现在来介绍一下这个劳国都市帕普尼诺冈里面的一些状况。好，じゃあ一回このナタリアの会話を終えていただいて、でもう一回話しかけてみてください。我们请小玉的机子先走到这个，对，请他跟他说话。好，我们现在在看到跟就是我们这女司令官，红衣女司令官。社会不适合行为惩罚通知。これはこの世界では死後は禁じられていて、今話しかけたんで懲役を課せられました。对，在这个世界里面呢是不可以任意交谈的。啊？所以因为你现在跑去找他讲话，所以你的刑期增加。就收到罚单就对了。对，我跟人家乱讲话，我有罚单。チケットもらったんですよね。なんか罰のあの懲役また増えてしまったんですよね。そうです。これでまた懲役が増えてしまうんで、こうやって懲役に課せられないように気をつけながらボランティアを。对，那我们在进行这个志愿服务的时候呢，就要小心，不要误触什么不该犯的规则。好可怕哦！好，那我们现在赶快继续下去。はい、早速ゲームに入ります。就要站到这里面嘛，对不对？じゃあエントリーサークルに入って丸ボタンを押してください。はい。那到这我们这个蓝色圈那个光圈里面之后呢，按下圈按钮。好，我 ready。哦，出发了。所以这个也是要去夺环市民嘛，对不对？对，さっきと同じあのボランティアですよね。跟刚刚是同一个任务，那因为我们刚刚失败啦。我们想办法要一起努力，要努力把他三名都救回来。好。他有职业的分别嘛？我看每个近战跟远战移动。对，このゲームの中にあの職業の分担とかそういう役割がつけますでしょうかね？あ、はい。このゲームはですね、武器が豊富に入ってまして、マシンガンやガトリングガン、それにナイフや体剣といったいろんな武器を自分の好みに合わせて選んで戦い方を変えるという。そこでクラスが変わります。对，那其实在这个游戏里面，最主要就是它有非常丰富、很多种类的武器，不管是枪啊、手榴弹啊、大剑啊、刀啊，各式各样都有。所以玩家朋友们可以自己去选择自己想要的武器，这样就是可以组合出来你想要的一个战斗，可能是近战，可能是远攻击的等等的一个角色分担。好，那我们来看看。で、イバラにも能力が数種類あって、そのイバラの能力を切り替えて戦うこともできます。那其实荆棘它也有一些能力的不同，就是我们可以根据它能力的不同，那之后在游戏里面它会有一些不同的效果。好，那我们好像所剩时间不多，我们可以给快一点，哎，走了，哇！生放送はあと10分ですので、10分以内を目指してお願いします。どんどん先に進んでいきましょう。ドラッグダウンを仕掛けています。援護行動を提案します。ユーモン、快適。戦闘が始まっています。地球、どんどん倒してクリアを目指していきます。那我们其实刚刚是因为要介绍，所以呢，他就是手下有留情啊，所以他现在就是要发挥全力，对，尽全力。で、一個ちょっと見ていただきたいのがですね、このロックオンしてイバラをと攻撃を繰り返せることで爽快な戦い方をすることができます。那我们现在可以看到，就是画面上有把这个我们的掠夺者锁定之后呢，他可以进行一个荆棘相关的动作。我要爬到他身上去了。敵をロックオンしてイバラを使ってライブアタック。对，那我们可以进行，就是按下三角按钮就会进行补充攻击。对，これを繰り返すことですね。那我们就可以这样子锁定，反复的进行，利用 R 按钮。哦，知道了，知道了。哦，助けた。好快，好厉害。
多人一起玩这个项目，たくさんのまあマルチプレイになりまして、やっぱり効率よく。あ、そうですね。やっぱり人がたくさんいると賑やかで楽しくなりますね。对，那你现在画面上面看到，变成现在应该有八位同时在这个场上，就每个人现在带一个，就总共八个角色在打。对，哦，到了。一人ずつあのアクセサリーがつけていますので、もう計八人が戦場にあります。我们现在就可以看到八位在场上，好多人，好热闹。我们现在要先把第一位市民赶快送回我们的传送点。哦，看到了。友軍がシビリアに搬送しています。在传送机前面竟然有一个大只的。敵的に武力化、追撃を提案します。我有看到，就是小绿在进行熔断啊，是不是？对，快点把它，对，我在他头上断了吗？好像没有断。断掉点。新たな守備案を確認。ここは逃げます。優秀し、補正機搬送してください。あ、はい、じゃあ、よかった。守備案を確保しました。補正機まで搬送してください。哎，我们现在第一名市民已经送回去了。哦，非常好。那么我们这些那个追的那个怪物都是无限多的吗？会无限多的吗？对，敌はやっぱりあのたくさんもう続々出てきますかね。はい、どんどん倒せば倒すほどどんどん出てきます。一直打倒就会再出现更多的。哦，所以我们要赶快把这个救完，不要恋战。敵キャラクター損壊率 70%。あと少しで無力化できます。奪還すべきシビリアンがまだ残っています。敵アブラクターのパーツ破壊を。对，我们现在在画面上看到的是敌的牺牲，他是去救这个在外面在建筑物里面的这个士兵。友軍がドラッグダウンを仕掛けています。那就有其他的人员来帮忙绊住。他の人が戦ってくれてるんで、僕は救出に専念したいと思います。对，那因为其他的人呢，就是有在帮忙，就是做组长，所以吉泽先生就赶快把我们的士兵夺回，之后要传回传送点。哦，注意点。快跑！门口还是有一只大只的，后面的人赶快跟上啊！好，我去看看，我刚。多的一只打一只打成打上瘾了。損壊率期待値を超えた。哦，哇，好快！早かったですね。好厉害啊！できましたね。对啊，やっぱり4人いると全然違いますよ。对，完全。对，果然四个人一起玩，整个速度感都不一样。对啊，完全刺激。こうやってワイワイやりながら役割を分担して、シビリアンの奪還を目指すっていうのがそのフリーダムのゲーム内容になります。那就希望大家在游玩这款游戏的时候，大家可以就是像刚刚那样，哦，你赶快去做什么事啊，然后做一些就对，大家分工合作，然后进行，所以这样就，哦，这是这个玩游戏。好高啊！哇塞！じゃあお時間もなさそうなので、もうパワーポイントの方に。啊，对，我们没有时间了，所以我们赶快回到我们的パワーポイントの画面。最重要的第三个是三つ目ですね。嗨。我们制作人还有东西要情报跟我们讲。对对对对对，加紧脚步，下一张。好。はい。じゃあ三つ目のキーワードはお伝えします。都市国家対戦です。对，最后的这个 keyword 是都市国家对战。哦。最初にパノプティコン同士が争っているってことをお伝えしました。嗯。对，原本是劳国都市之间的这些竞争。二つ目に。ボランティアをしてパノプティコンに貢献することをお伝えしました。那第二件事情就是告诉你，透过志愿服务呢，来对你的都市来进行贡献。是。このパノプティコン同士の構想をオンライン上で行います。那这样子，对，劳国都市之间的竞争，我们把它搬到线上来进行。哦，所以线上就是大国对国这样的感觉。对，国対国、地方対地方っていう感じになるんですかね。はい、まさにそうです。で。今回これをお伝えするためにこの台北ゲームショーに来たんですけども、对，就是为了要告诉亚洲还有台湾的玩家朋友们这个好消息。是。じゃあ次のスライドお願いします。下一张。おお。香港、台湾、マレーシア、シンガポールなどアジアの10都市同士でパノプティコンの対戦をします。那我们将来呢，在线上就是会有这个亚洲各国10个都市，比如说台北、香港。
首尔、新加坡这些都市呢来进行就是都市对抗。所以我们都是救人，然后被关在都市里面这样子啊。对，それとプレイヤーがみんな今求人になって今台北市に閉じ込められてるんですけども。そうですそうです。そう对，就是这种感觉。哦，好期待、哦。アジアの至る所にトガ人がいるっていう。对，就是在亚洲各地遍布了，都到处都有救人啊。是。で。プレイヤーはゲームを始めたときに自分の好きな都市を選んで、はい、その都市でトガ人になって。那玩家朋友在进到游戏的时候是可以自己选择要所属的都市是在哪里？哦，那当然，我还是选台北，一定会选。我ぜひ台北。对呀。みんなで台北盛り上げましょう。台北を。台北で。で、台北が他の国に負けないように台北の人が台北のパノプティコンに所属して、そこでボランティアを繰り返してパノプティコンに貢献をしてですね、アジア1位を目指す。所有 game 的哦，对，那希望呢，就是在台湾大家都可以就是支持台北这个都市，所属在台北，对台北这个劳国都市进行贡献，对贡献之后呢，让它成为亚洲最好的都市。没问题，我们一定会努力的。はい、頑張りますので。よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。で、最後にですね、お伝えしたいのはですね、スライドじゃお願いします。はい。おお。はい。このフリーダムウォーズを日本と同時期に発売をしたいと思います。那我们会希望就是这个就是当上市的时候，亚洲与日本是同一个时期能够发售，就能一起上线竞争这样子。一緒にオンラインで戦いましょう。そうですね。もうアジア全体でこのフリーダムウォーズを盛り上げてですね、ブームを作りたいと思ってます。对他非常希望能够让自由战争在亚洲掀起一阵热潮。没问题，我很期待这个游戏的上市啊，真的。すごく期待してますので。ありがとうございます。好，那在最后呢，我们请那个。制作两位制作人呢，分别跟对我们镜头前，那我们线上还有很多玩家来讲一句话，就是来台湾，那我们当然很期待游戏，那我们简单做个结语这样子。最後ですけれども、ちょっと今視聴者の皆さんに一言よろしくお願いいたします。あ、はい。台湾本当にいいところでした。もうご飯も美味しいし、素敵な人とといっぱい会えました。我愛台湾。今天就是他觉得台湾第一次来到台湾，然后觉得台湾是一个非常好的地方，人也好，东西也好吃，他爱台湾。谢谢。このお祭りみたいなゲームを一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。那就希望大家能够跟他一起畅想这款游戏。谢谢。はい、台湾の皆さん、フリーダムウォーズブームを作るために作ったソフトです。皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。那我们就是希望能够掀起一阵自由战争的风潮，所以希望大家跟我们一起来创造这个风潮吧，一起自由战争。発売の時にはまた来て紹介をさせていただきたいと思いますので、またよろしくお願いします。在发售的时候，相信他一定会再回到台北来跟大家做更精辟的介绍。那下次我们再一起连线对战。我建议またオンラインで。ぜひまた一緒にこのタイトル紹介しつつ遊ばせてください。はい。よろしくお願いします。はい。那我们今天的直播，现在就到这边。那谢谢两位制作人呢，参加我们的八五的电玩风直播。那大家稍后别不要走开，我们下一个节目稍后开始。那谢谢两位制作人，谢谢。ありがとうございました。谢谢。谢谢。ありがとう。拜拜。再见。